こんにちは、翔です。今回はね、もうタイトルの通りなんですけどね、私のこのチャンネル、なんとね、今日令和3年2月8日1周年をね迎えることができました。本当にね、ありがとうございます。ご視聴いただいたね、皆さんのおかげだと思います。この車はね、もう本当私がこの RC カーのね復活のきっかけになったグラスホッパーですけど、ちょっとね無残な姿になってますけどね、リンクサス仕様のフロントダブルウィッシュボーンってことで、これをねいろいろ眺めてたらちょっと復活させたくなって、21年バージョンでね復活させようと思います。最終仕様をね参考にして 3D プリンターでね新しいパーツを起こしてちょっとやってみようかなっていう気になってきましたね。そしてね、この1年間のね感謝を込めて、本当ね少しだけの気持ちなんですけど、これって感じですけどねはい、これはね私がメンテナンス用にね、もう本当冗談半分じゃないですけど、簡単に作ったねメンテナンススタンドで、ダンパースタンドにねしたい場所があって、まだ使ってませんけど、もうちょっとね形工夫して使えるようにしたいなとは思ってるんですけどね、なかなかね時間がねうまく使えてなくて、でこれはね今回のプレゼント用ですね。形はもうほぼさっきのままで、ねもう少し形の方は工夫していこうと思うんですけど、なんといってもね、祝 YouTube 1周年令和3年2月8日丸章っていうね、かなり恥ずかしい文字が入ってますんで、これはねちょっともうご応募いただいてね当選いただいた方はやっぱりご自宅用で使用されるのがいいんじゃないかなっていうふうにね私は個人的に思ってますし、これを本当に欲しいと思う人がいるのかなっていうねそんな気もしなくもないんですけど、まあねこれはこれでね、私用として使うこともできますしね、大黒屋さんにプレゼントしてもいいですしね、いろいろ使い道はあるかと思うんですけど、プレゼントでねお送りするのは ABS 製の、ね、赤色のもので、できたらね文字をね白に塗装したいなと思ってるんですけどね、なるべくやってみようと思います。でね、このメンテナンスランドを5名様にねプレゼントします。応募の方なんですけども、 Twitter の DM でね、YouTube プレゼント希望ということで明記していただければいいかなと思うんですけど、フォロワーでない方はねフォローしていただければフォローバックしますんで、そういうことでお願いします。締め切りはね令和3年2月14日まで。本当にいるのかな。でね、抽選の結果はね、同じく DM で当選の連絡をさせていただきますので、よろしくお願いします。それではですね、2年目も私なりにねラジコンカー存分に楽しんでいこうと思ってますんで、ぜひねお付き合いをよろしくお願いします。それではね、簡単な告知動画でしたけども、お付き合いありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったら、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here. I got